ファミサプ的クララ TV よっよっ。今回のこの紹介試合みたいなやつなんだこれ。え？因縁の試合だよね。なるほど。そうですね。でも私が勝ったから前。うん、え、一勝一敗じゃなかったっけ？え、私が勝ちましたよ、ね。いやでもその前にメロさんが勝ってんじゃない？あ、覚えてない。なんで勝ったでしょうね。さて、はい。まずね、このスミさんに謝っとかないといけないと思って。あ、それはそうです、ね。スミさん、すみません。スミさん、はい、入っていただいたんですけども、はい、ボンクラがバンしちゃいました。はい、はい、いや、違う。対戦するのにちょっと一瞬クラン解放して、うん、すぐバンする、はい。すぐバンしちゃった。あの、そうですね。いや、なんかコメント入れてくれたタイミングと、はい、バンしたタイミングがちょうど重なっちゃったみたいで。すみません、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ファミサプのニコ生で、はい、メンバー募集してるんで、そちらでね、はい、応募いただければと思いますので、はい、はい、というわけで今回は中目黒目黒バーサスガッシー因縁の対決。ゲッシー。アトレートかかってから初めてになりますが、はい、さてこの二人でどうなるのか。はい。はい、3回勝負でタワーを落とした数が多い方が勝ちという感じになります。はい。はい。じゃ早速いっちゃいましょうか。はい、行きますか。よろしくお願いします。てれれれれれれ、はい、行きました。2人とも多分出来があんまり変わってないんじゃないかなって気がしなくもないんですが、ふむふむふむ。さてまず開幕何出すか、どれにしようかな。あ、嘘、あ、待って、あ、できない、無理。お、でもその受け方悪くないかも。あ、本当ですか、受け方いいんじゃない、食らうよりはいい。え、めっちゃ、めっちゃ、いや、コース一緒出てます、5だから。逆にカウンター、だからメグロさん結構うまい。最後でちゃんと受けてる。はぁー。ここ一回。おっと、逆にホグが来たぞ。うわ、はまんない。はははは。甘くないね。甘くないよ。でもね。まあ、今、デッキ調べだから、デッキ調べね。うん、そうですね。相手が何を持ったかね。はい、ここで一回お互いホグを出し合った後にどうなるのか。おっと、同じこと。なんか同じようなデッキ。私はマスケット行くが、お互いなかなか進まない。似てんな、デッキ。うん、確かに。かなり似てる、その内容が。ホグライダーデッキでどっちが先に相手を落とすかになりそうですね、この。うん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 。あれ、ガーゴイルの。群れ、どうしよう。ちょっとこのバーバリアンでは処理できないというか、ただにやられてしまうだけになってしまうか。待ってね。おっと、ホグ後ろから行く。そうなの、最近でもホグさん後ろからやってくる人いる。これでもちょっとあれじゃないですか。はい、最後一瞬でお腹になっちゃいましたけど。そうなんですよ。はい、そしてここはメグルさんが逆に来た。ホグ、そしてヤリゴム、そしてさらにガーゴ。これ配方読みでガーゴンだっぽいですが、でも弱い。マスケットが結構まとめたぞ、ね、マスケット来てる。まあこれはタワーで処理できるでしょう。届け、ファイスピが来て、はいはい、届け、いや、いい、結構300ぐらいダメージ入ってますね。そうそう、意外とでかい、はい、ここ2倍タイム、あと残り1分、ちょっとだけベグさんが有利だけだが、おっと、もう買う、入るか、入らない、どうしよう、これはさっき防衛でフリーズ、ファイヤーボールのフリーズ使えばよかったんじゃないか、さっき。え、違いますよ、違います。なんかこれ、もう1個さ、あ、間に合わん、4、3、お互いホームフリーズデッキだったってことですが、ちょっと目黒さんのが1枚増えるしかないですね。ガッシーまた、いや、でもだいぶ強くなりました。本当になんで上からいや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 、ガッシー小屋、はい、まあ小屋来ないとね、ガッシーはね、はい、日本選手、次本気デッキ、小屋来ないとな、ガッシーは2本目からね、はい、そう、
はい、まず 1-0 ということでメンバー有利になりましたが、はい、第2回戦どうなることか、はい、デッキは変えても変えなくても構いませんが、はい、準備がよろしければ、はい、大丈夫です、どうぞ大丈夫です、はい、行きます、はい、はい、ババン、あれ1700、はい、トロフィーガシは高いじゃん今あ、そうなんですね、でもガシ負けてるんだよ、はいさて、これはガッシュがやはり、はい、これはもう、あれでしょうね、あ、デッキ変わってる、おっと、ペッカ、ミニペッカでいったぞ、これね、ミニペッカ届いちゃうとすごい削られるんで、いや、そうなんですよ、おっと、あの子、うっそー、え、あの子に持ってんすか、おっ、しかもプリンス、うわ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 、まあまあ、間に合う、間に合う、よし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 、はい、これは止められるでしょう、止めたし、残った、いや、むしろ俺カウンターになってて結構右側がネクロマンサーでもね、ここはね、お、あの、おせおせしない、メグさん、ハイスピにハマってるみたいですね、なんかあ、ブーム、ブーム、ハイスピどんどん全部入ってる、全部の敵にハイスピ、おっと、右からネクロとミニペッカでいく、お、今のようなファイアブル、うまい、はいはい、うまい、あっ、うまいが、右側結構削られてますね、でも逆、でも逆の、うん、いいですね、目黒さんの左側もね結構削られてて、これいい勝負ですね、そうですね、え、なんでそこでそう笑ってるんですか、ラッシュがご機嫌だからだね急にご機嫌だったからだろうね、はい、ガッシュ残り2枚、はい、目黒さんもう1枚何か隠しているが、あれ隠してる、なんか、はい、なんか使ってないのが1個ありますね、弓じゃないですか、使い方、これがガーゴイって最後ですね、目黒さん、あ、なるほど、で、右側からまたこれネクロマンサーとあいつを使って攻めていくのか、どうしよう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 、どうする、ただガッシュ左もね結構目黒さん全然だいぶノーガードできてるから、ただこれ、ね、ガッシュ右が落とされない、どっちもノーガードだ、ここに残り1分、はい、来ました、残り1分、ノーガード戦闘、ガッシーもう300だったら、やべえ、これ、このデッキまだた、あれ、このデッキ、あ、そうそう、やばいやばい、行くが、いや、行くが、これはない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 、ガッシーがね、やり一発で、多分ね、ファイアボール圏内なんだよ、それも、そうなんです、あ、そっかそっか、やべ、やべやべ、あ、これ、ミニペッカーで突破できないですね、バーバリーも、ね、あ、ファイアボール圏内入りましたね、ガッシー、よし、メロさん、右側を押し切らないと、ファイアで確実に負けますね、やべレイジやべ1個いった、チャイアナコリがメグさん、これアナコリ、あ、アナコリカバーできないんだよ、あーっと80、よしよしよし、しかも右が落とされた、シュイ、あれこれはこのデッキね、さっき組んだんだよ、はい、これ自分のやつザッキしたね、さっき組んだんだよ、おっと、余裕のレイジだややもすれば3本目もあったか、はい、ネグロさんまさか右が落とせず、やった、俺いつもガッシーにさ、はい、小焼けあげてるからね、あー、そうですよ、私小屋しかリクエストしないです、結構小屋あげてると思うんだ、まさかのガッシーがタワー2本落として、はい、2-1 でガッシーが逆転しました、ね、ありがとうございます、メグロさんの今の謎のデッキちょっと厳しそうです、いや、なんか強いの集めてみたら強くなるかなと、いやでもね結構良かったと思います、うん、途中までね、意外と良かったよね、穴掘りだいぶ活躍したと思います、うん、あれね、うん、ボンクラにやられたんだ、あれで、あ、穴掘りと、そう、穴掘りとなんだっけ、ペッカ、ミニペッカ、あ、悪くはないと思いますけど、まだメグロさんの方の次、はい、3本目最後、あ、そっか、もう一個あるんです、はい、3本取るから、よいしょ、はい、ガッシーはね、守りければ勝ち、もしくは勝てば勝ち、どうせあれでしょ、小屋でしょ、でしょうね、うん、でもね、私は守るなんてことしない、まあ、小屋置いてるだけで守るもクソもないじゃないですか、実はね、うん、厳密に言うとね、あれね、勝手に守ってくれるからないですか、あ、なんかでかいの来た、おっと、ペッカが、これはでも、ペッカってね、結構なるほどね、朝岩田君で落下やつですね、まあでもね、小物に全部いっちゃうんで、小屋だとね、結構こう、ああいうふうにね、うろうろうろ動いちゃうんですよ、でターンまでいかない可能性がある、いやいやね、ただ、いやいやね、右側がね、関東、あ、やばいやばい、大丈夫なのか、これやばいよ、ガゴ、あ、ガゴで、あ、待って待って待って、おっ、おっ、ない、トペッカ、たどり着くか、いったー、一発、あー、もう、2発、おー、
ってくれ待ってくれ早っ。あらららら待ってくれ。あらららららら出社間に合わん。ちょっと待ってくれ。結果ネクロマンサーレイジで一発一気にいましたね今。だって直しだって直しとかっしもね、無限にねだって直し無限にね、やりゴムで削っているものの残り1分40秒とかっし1本取り戻さないとアイコンになっちゃう。アイコンになっちゃいますね。アイコンになっちゃうか。あれこれ岩田くんアイコンだったことあったっけ。ないないよね。そうないな、ないな、ないよアイコンだったこと。一回俺とハヤクネさんが引き分け、なるほどね、引き分けの可能性がある。じゃああれでしょ、トーナメントに生放送でしょ。ラッシーさんこれ結構か、なんかあ、でもプロットせそうだな。いいですね、これやばいよ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 。ウェルさんが1本取られたら追いつかれちゃうんで、で、これいったんじゃないか、レイジだ。うわー、気持ちいい。ガシヘブン状態です。お互いレイジだなこれね、両方ね。あら完全にキング狙ってますね。キング狙ってますね。あれこれどうしたらいい？これね、多分ね真ん中に誘導して小屋の方に持ってこれば、で、おお早っ。あ、いかん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 、どうしようどうしよう、だ誰もおらん。頑張れ頑張れ。一、あ、二、三、入ってない。ただ残り20秒ちょっと攻め上げてるか、ヨーロさん油断すること一気に持ってかれる可能性もありますからね。残り15秒こうじゃ、とりあえず固めてきたぞ。これどうしようかな。もう残り5秒しかないです。3、2、1、1。ゲゲゲゲ、なななな、押せ押せ押せ、これは頼んですか。ゲゲゲゲゲ、頼んでさ、ちょっとね、小屋が言うんだけど、ネブさんのネクロマンサー、勝てぇな、勝てぇ。あー、いいとこに打ちましたね、ファイアボール。お互い全くダメージ変わらないが、ネブさん、ネクロマンサー3体目強い3体目ましたよ。すげえこれ。ただ、バーバリアンで処理しましたね、今すごく。ただこれメモさんは今一気に手札がいなくて、やばい。レイジをガッシュ早くないですね。ファイアボールでうまく処理しつつ、小屋も大体、おっと小屋すごい近くに出したぞ。これ大丈夫か、小屋が直接狙われてますけど、これ小屋が、あ、小屋が、小屋か。いや、いいんですよ、いいんです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 。メグロスのネグロマンサーがね、溜まってくんじゃないかなっていう恐れがあるね。あ、おっと、ペッカがすごい迷い込んだしたぞ。小屋を直接切る感じか、これ。だから、これ、バーバリアンなくなった。残り1分45秒。お互いタワーにダメージいってませんね、全く。メグロスさん、2体のネクロマンサーが来て、これは、これは勝負どころか、ここ勝負どころか。あ、まあ、かん、かん。おっと、ここ勝負どころじゃないのか、これ。あかんかんかん、あかんかん、おっと、あっしゃしゃい、うまく処理して、ただ結構ダメが入りましたね、ゴブリンで。いやー、と思ったからね。はい、来ました、ペッカ、そしてガゴイル。小屋で守りきれるかどうか。ヌーブルさん、これタワー完全にキングタワー狙ってきましたね。ペッカが生き残る。うわ、どうしようどうしようどうしよう。ちょっと遠回りにするんだね、ペッカ。そしてさらにネクロマンサーもいで、じゃあガーゴイルで防衛は結構うまいかもしれない。よし、今のガーゴイルはうまいな。うまいですね、目黒さんの攻めが。あと50秒ちょっと、もう難しい。ガッシーもちょっと攻めあぐれてる。攻める暇がないんですよ。目黒さんもあんまり攻めると、いけずられてる。いや、でも目黒さんあと300しかないのか、キングが。はい、あと一発。あ、ネグロさん、これファイヤーボール食らう前に手があるの。でも、おあいつ行くか、ペッカ、いや、行かない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 行かねえか。いや、これガッシュのファイヤーが回るか。156、ファイヤーあと一発でいいんですけど、一発で終わります。ファイヤーボール、なんで言うなよ。なんでそんな分かってないかもしれないのに。もう分かってなかったら何言うんだよ。
残り13秒でガッシーがまさかの5度目。ありがとうございました。いやでも結構サドンデスであそこまで行くのないっすよ。くっそー、うん、面白かったです。小屋で面白かった、うん、そう勝ったから勝ったから。ちょっと修行してきますまた。はい、はい、ま、ガッシュまたちょっとご機嫌になっちゃいましたね。だいぶ勝ったね。もう小屋デッキしか使えません、はい、というわけで今回の中目黒巡る大会ガッシーは、はい、ガッシーの勝利でした。ありがとうございます。ね、また次回の、はい、YouTube よろしくお願いします。はい、ではでは、ありがとうございました。